そういえばネットですごく美味しそうなお菓子のレシピを見かけたぞ。私一人じゃ作る自信がないから、今度兄様の家で一緒に作らないか。匿名掲示板を見てたんだけど、私が書き込んだネタが元で炎上した。私は軽いネタのつもりで書いたんだけど、大真面目に取られちゃって。やっぱり人間は恐ろしいな。こうやって窓越しで会話してると漫画に出てくる幼馴染同士みたいだよな。まあ私兄様の幼馴染じゃないけど、もしだぞ、もし私が兄様と幼馴染だったら、私も人間嫌いにはならずに引きこもりなんてやってなかったかもな。じいとばあは私は怪我で登校ができない状況だと思っている。直接そう言ったわけじゃないが、足に巻いた包帯で刺していることだろう。しかしいつまでも同じ理由は使えないし、そろそろ別の理由を考えなければいけないな。そうだ、ひらめいた。いざという時は下校時間まで兄様の部屋でかくまってもらえないだろうか。兄様はレアな回復アイテムはすぐ使っちゃう派か？私は使うの我慢して結局最後まで使わない派だな。昔のゲームをやってるとどうしても今使っちゃうと後々積むんじゃないかって不安になるんだよな。引きこもっていると人と接する機会なんてじいとばあ身内だけになってくる。こうやって兄様と話をするのは私にとって一服の清涼剤のようなものだ。まさか私がそんな風に考えるようになるとはな。昔のゲームって海外で売るとき全然違う内容や見た目に改変されることが多かったんだ。少年キャラがやたら屈強なおっさんにされたり、宇宙戦争ものだったのが地底にカエルを探しに行く話にされたり。だがまあ今となってみてはそれはそれで味があるというものだな。兄様は気づいていないだろう。兄様が学校に行っている間、私がこっそりそっちの部屋に忍び込んでいること。まさか兄様にあんな趣味があったとは。なんてな、冗談だよ冗談。兄様ってさ、たまに家にあの天使以外の女の子連れ込んでない？兄様ってもしかして学校じゃモテ男なのか？確かに兄様はいいやつだからな。